どうもです、ズクモヤよ。12月31日、今日の落葉は大安。大いに安し、万事安らかにことが運ぶゆけや。十巻は日のと、ともし火を表す影の日。成長が旺盛な時期を迎えた状態を表しとるよ。えとは鳥、影の金。作物や果実を取り入れる状態を示しとるんや。ほんで、この十巻とえとから読む音用五行は、過酷言。火は金属を溶かしてしまういうことで、燥酷。物事があんまりうまくいかへんゆけや。まあ、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第や。今日は大晦日やね。まあ、ゆるゆるぼちぼちと、みなのとこに、し神さんが来てくれはるように、祈っとくわな。ほな、また来年、良いお年を。